気負う。宮は高倉を北へ、今上を東へ、鴨川を渡らせたまいて、如意山へいらせおわします。昔、清見原の天皇の今田東宮の御時、賊徒に襲われさせたまいて、吉野山へいらせたまいけるにこそ、乙女の姿をば、枯らせたまいけるなれ。今この君の御ありさまも、それにはたがわせたまわず。知らぬ山路をよもすがら分け入らせたまうに、いつ習わしの御子となれば、御足よりいずるちは、いさごを染めてくれないのごとし。夏草の茂みが中の露けさも、さこそはところしょうおぼしめされけめ。かくして暁方に三井寺へいらせおわします。飼いなき命の惜しさに、使徒を頼んで授業あり。と仰せければ、大主恐れ喜んで、法輪院に御所をしつらい、それに入れたてまって、型のごとくの具を仕立てて参らせけり。あくれば十六日、高倉の宮のご謀反起こさせたまいて、失せさせたまいぬと申すほどこそありけれ、今日中の騒動を名のめならず、法皇これを聞こしめして、鳥羽殿を御意であるは御喜びなり、並びに御嘆きと安親が感情を参らせたるはこれを申しけり。とぞ仰せける。そもそも現山未入道、年頃日頃もあればこそありけめ、今年いかなる心にて謀反をば起こしけるぞというに、平家の次男、先の右大将宗盛の今日、すまじきことをしたまえり。されば、人の世にあればとて、すぞろにすまじきことをもし、言うまじきことをも言うは、よくよく思慮あるべきものなり。例えば、現山未入道の着士中綱のもとに、苦渋に聞こえたる名馬あり、影なる馬の並びなき一物、乗り走り、心向き、またあるべしとも覚えず、なおば、この下とぞ言われける。先の右大将これを伝え聞き、中綱のもとへ使者立て、聞こえ候名馬を見候わばや、とのたまい使わされたりければ、伊豆の神の返事には、去る馬は持って候来つれども、このほどあまりに乗り損じて騒来つる間、しばらくいたわらせ騒らわんとて、伝者へ使わして騒ろう。
さらんには力なし。とて、その後、沙汰もなかりしを、多く波板りける平家の侍ども。あっぱれその馬は、おとといまでは総来し者を、昨日も総来し、今朝も庭乗りし総来つる。何度申しければ。さては惜しむござんなれ、憎し、声。とて、さぶらいしてはせさせ、ふみなんどしても、一日がうちに、五六度、七八度なんど壊れければ、三味の入道これを聞き、伊豆の神呼び寄せ、たとい小金を丸めたる馬なりとも、それほどに人の子をものを、惜しむべきようやある。速やかにその馬六原へ使わせ。とこそのたまいけれ、伊豆の神力を呼ばで、一種の歌を書き添えて、六原へ使わす。恋しくは、来ても身よかし、身に添える。影をばいかが、放ちやるべき。宗盛の今日、歌の返事をば下回で。あっぱれ馬や。馬は、まことに良い馬でありけり。されども、あまりに主が惜しみつるが憎きに、やがて主が名乗りを、金焼きにせよ。とて、中綱という金焼きをして、馬屋に建てられけり。まろうと来たって、聞こえそうろう名馬を、みそうらわばや。と申しければ、その中綱めに、蔵を置いて引き出せ。中綱め乗れ。中綱め打て。晴れ。何度のたまいければ、伊豆の神これを伝え聞き、身に変えて思う馬なれども、権威についてとらるるだにもあるに、馬ゆえ中綱が天下の笑われ草と並んずるこそ安からねとて、大きに憤られければ、三味の入道これを聞き、伊豆の神に向かって、何事のあるべきと思いあなずって、平家の人どもが、さようの知れ事を言うにこそあんなれ。その儀ならば、命生きても何かせん、便宜を伺うでこそあらめ。とて、私には思いも立たず、宮を進め申したりけるとぞ、後には聞こえし。